はい、どうもリッチです。さあ、今回もワールドボックス遊んでいきましょう。さあ、今回ですね、神の力を使って遊んでいこうと思います。っていうのもですね、他のまあ神の方、ゲームをやっている方からですね、まあちょっと情報をいただきまして、まあここのね、5つの、まあ生物に対していろいろな効果をもたらす部分があるんですけど、ここにブレッシングというね、まあ祝福みたいなものがありまして、これを使うことで、まあ生物に対して追加のね、まあパラメータを上げるんだと。で、まあそのためにまずパラメータを見ていこうと思うんですが、まあ今更ですよね。結構やってて今更ですけど、まあ各種族のパラメータを見ていきまあす。まず人間ですね。まあ、ここにね、あるんですけど、まあ特性で変わったりもしますが、アンラッキーなら変わんないかな。さあ、まず攻撃力が15で、アーマー防御力が0、移動速度が4の、回避率ですね。ダッチが4。で、命中が89%と。で、体力が120。これがベースの部分です。経験値やレベルもあるので、まあ彼らが強くなれば全体が強くなるのかな。まあリーダーなんでね、そこは変わると思うんですけど、まあ強くなるだろうと。で、じゃあニック教区いきますか。ライバル。あ、色もね、合わせてきてますね。できたら特性のやつがいいですけど、2ついてるな。まあじゃあもう一手出しますか。できる限り何もない状態を見たいんで、今回はね、まあその神の力を使って争わせたいですね。争わせで滅ぼしたいですね。リジェネレーションか。回復なら変わんないかな。 HP170 で、攻撃力が18、人間より3高いね。でアーマーが3ついてると。まあ攻撃力を減らすのであれば、人間との戦闘力差がまずこの時点で6あるわけだね。ダメージの通りとね、受けで。で、体力の差もあると。だ殴り合ったらまず負けないみたいだね。移動速度も速いですよね。4と5なんで。ただ回避がないので、まあ、絶対当たるだろうと いう感じかな。で、命中もちょっと低いか。まあ、このベースが高い分、ここで劣りますよと。で、エルフいきますか。エルフは回避が高いみたいですけど、これだね、16%。で、攻撃力とか、まあ、ここのベースは人間とそこまで変わらないだろうと。体力もほぼ一緒だね。だ人間より回避率が高い的な感じか。ウェイトレス。重さがないなのかな？感じないみたいなことかな？ちょっともう一手出しますか。さあ、マガマガシェルフできましたが、他ついちゃいましたね。これは、筋力が低いみたいで、ねえ、ガリガリの腕ですね。攻撃力が下がってます。んー、まあ、大体こんなもんか。回避が高いと。特性それくらいですよね。で、最後にドワーフ。まあ、一番器用貧乏だと思ってるんですけど、まあ、万能的なキャラであるよね、ドワーフも。ドワーフなんか資源取るのが早いみたいですね。まあ、この特性とかがいまいち分かってないんで、その辺はね、うわ、強っ。体力人間より100多くない。100多くて、攻撃力が22、人間より7高い。で、アーマーも4。あ、これ多く倒せんじゃないかな。移動速度、命中回避が低いですけど、基本的な戦闘力めっちゃ高いですね。まあ、で、ここでですよ。祝福しましょう、人間を。これ、ブレッシングしますよ。光ってますね。そうだ、まずはちょっと今回この空腹まず切っといて、これで見ましょう。これかな、ついてます。祝福されていると。こうすることによって攻撃力が2上がり、アーマーが2上がってますね。アオークとの差がだいぶ詰められてるか。ただ体力差があるんですけどね。で、回避が16、10上がってますね。あー、エルフに近づいた感じか。てか、エルフやれば強いんじゃない？エルフが。そこでいいんじゃないかな。エルフのこの高い回避率がどうなるのか。これ見ていきますか。エルフは2つあるんでね。こちらね。うわ、26。うわ、しかも強い。まあ人間したら強いと思いますけど、エルフとかしたらめちゃくちゃ強いね。で、一応ね、ブレッシングがやっぱ祝福なんで、まあ、神をね、信じる人間が一番いいだろうと。
思うんで、まあ、人間にね基本的につけてちょっとまた遊んでいきたいですが、まあ祝福はここまででいいかな。一応全員やっとくか。まあいいか、別に上がり部分は上がったんでね。回避が 10% と基本パラメータが2ずつ上がる感じだね。まあ全体がそうなるっぽいので、まあ、その差はだいぶ大きいと思うんですよね。じゃあ次いきます。じゃあ、ここでやります。あ、ドワーフか。1個作りますね。ここでいいや。ここ10人にしました。ここにですね、いきます。マッドネス、まあ狂気みたいなもんですけども、ここでね起こしますと、まあ彼らがね、まあモンスターのようになって争い始めると。で彼も国作りません。モンスターのような感じなんで、まあ攻めたりすると。ここでねこの神の光を当てることによって浄化され、どこかに行きましたね。まあこの神の光は、まあ、奇跡が起きて病気や、まあ、この怒り狂気みたいなもの、そして感染ですかね、インフェクション、待ってね、ゾンビを減らせるのかな。ゾンビを殺すコマンドっぽいですね。でまあこれはね病気とか食らってるやつに使うんで、まあ今こう当ててもそんなに変わらないというか何もないでしょうね。でこれがね回復ブラッドレイン、体力を回復すると。まあこの辺してもしょうがないと思いますけど、まあドラゴンとかそういう、まあ、強い生物に対して使うんだろうと。デルフですね、まあ、こういうクマとかに襲われないみたいで、まあ、このね森の中に住まわせることによってそこは戦うんだね。まあ、エルフを守ることができますよっていうのを聞きました。すごいですねこれ。こんないても全然いきますから、エルフをね守ることができますよと。で、次じゃあ病気いきます。ただ病気まだねやりたいとは思わないんですけど、やっぱ人数多いところで病気をかけたいので、じゃあここでいいかな。多くに食らってもらいましょうか。まあ、今ここに50人いますと、ざっとね。で、ちょっと小さくしますね。これ今、少し感染しましたね。ここから病気が移っていって、まあ、この都市がなくなってしまうのかどうか。これね、一応、病気で、スタートアウトブレイク、エピデミックが起きるんだと。エピデミックか。まあ、集団感染的なことですよね。伝染病か。まあ、減っていきますね。これで例えば、まあ、いつもね、まあ、動画作ったりするときにやる、まあ、都市が広がってきたとき、数百人都市がなんかね、複数都市でつながってるときにやったら、まあ、各都市に伝播していくのかみたいな。で、どこで収まるのかも気になりますけど、やっぱこのね、ファンタジーとはいえ、時代感が、まあ、中世よりね、前であろう、このゲームだと。彼ら自体で直す手段はないのかなと。エルフとかなら耐えるとかあるかな。それもやっていきたいね。オークはこれ死んだかな。どうですか。7人ですね。もう人口で言ったら1割まで減ってますからね、さっきから言うと。で下の都市もなくなってますね。お、復活はしましたね。お、耐えましたね。ナイスナイス。じゃあ祝福してあげよう。これ誰に当てればいいんだろう。全員なのかな。さあ、見ていきます。あ、入ってますね。あ、こんなついてるんだ。こいつめっちゃ強いんじゃないかな。まあ経験値こそないですけど、23攻撃力ありますから。あ、ここ病気ってみるか。ちょっとその端の方からね。あ、また多くか。かわいそうだな。多分2人くらいかかりました。まあ、ここから右につながっていくのかだね。国境を越えるのか。さあ、まだ右の方で見られませんね。濃厚接触がまだないと。すぐ死なないのがなんかいやらしいね。
多分死ぬとは思うんですけど、相手残してるというかね。これ見れるかな、これでリーダーを見て、あ、瀕死ですね、これか。病気がついてますね、特性みたいになるんだね。さあ映らないかな、4人。案外病気に耐えますね。やっぱ中世とかね、入り病で亡くなりますから、それは超えてくるんだと。へえ。大都市を起こしたらね、まあそれこそね、被害すごくなりそうですけど、どっかないかな。中都市くらいの感じ。この辺の真ん中は隣接が多い方がね、起きやすいみたいな。始まりはちょっと数人から行きたいね。どうですか、ちょっとあんまりね、簡単にわからないんで、あれですけど。まあ、どっちも見やすくないか、別に。まあ、この辺の、まあ、ちょっとね、ふらついてるというか、震えてるやつがかかってるやつなんで。寮内だとみんなかかってますけど、ああ、超えては来ないんだね。例えばこれで戦争したりすると、その国に行くとかないかな。ちょっと戦争受けてる国に落とす、これ。どこで戦ってんだろう、ここは。あ、エルフか。病気じゃないこれ。でもまだ病気持ってんのこいつら。なくならないですね。じゃあ受けた側かな、侵略を。どうこれ、あ、来てる来てる。人間も病気持ってますね。これは移ったって感じなのかな、持ってきたって感じかな。ちょ、今まさに進行するってとこに病気かけたいね。あ、でもエルフもかかってないか。あ、かかってるかかってる。戦争で病気が広がるといいですね。あ、帰ってここエルフの国で病気が。あー、これはリアルというかね、面白いね、こういうの。一発放っとかないといけないんですけど、病気いいね。大国決まってきてからね、やったら、みるみるうちに、まあ、広がってね、まあ、この都市内でどんどん流行を見せていくと。病気を持ち込めるわけですね。いやー、過去の歴史にね、紐づいていますね。この国めっちゃいいな。何この形。でも、オークたちがね、攻められることによって病気が各地へと、ん？どこに行くんだ？ん？あ、分裂してる。あ、病気持ってきちゃった。あ、だからこんな少ないんだね。街の割に小さいなって思ったら。エルフじゃない？持ち込んだの、これ。今、エルフ内で流行ってますから。この世界中に起こすこのパンデミックね。これはエルフ同士戦ってんのかな。病気になってますね。あ、これは、いや、ひどいですね。もうエルフですか、病気を放ったのは。まあ、多くから感染してね、各地にばらまいてしまったと。これ例えば、じゃあこの都市にブレッシングするとしますよね。そうしたら彼らが特性につくんですか。あ、こいつすごいな。ワイズ、賢人であり天才であり祝福を受けていると、全ての神に愛された男ですね。74歳、経験値、あ、そう、経験値みたいね。レベル高い子いないかな。あ、滅んだ、滅んだね。経験値高い子、1レベル、20歳1レベル。あんま上がってないか。エルフは年齢15歳若。あ、12歳。病気のせいだろこれ絶対。すごい若いんだけど。15歳ね。いないか、レベル上がってる子。強いな。あ、祝福の子ね。
これどこ？この国って。あ、ここね、やったとこか。合ってるね。あ、ここはないか。また別がついてますけどね。これでも強いな。15、3、4。やっぱアーマーとか大事ですよね。これがアーマーかな？だとすると3上がってるっぽいですね。病気はどうですか？あ、なってますね。ここってさ、やってなかったよね。こっから広がったパターンと戦争のパターンがあるけど、どっちだろう。詳しく追ってないな。ちなみにこの辺でね、統計とか見れるんですよ。まあ今までね、何時間やったとか、30時間やったとかね。で、亡くなった生き物がもうだいぶいますね。落とした爆弾が1700発と。動画で多分落としてないんでね、多分それ以外で落とした数が多いんだろうと。あ、間違えましたね。これは、始めた時に出るチュートリアルだね。ちなみにここはまだ日本語に対応してないんで、わかんないですね。ここ病気は収まったかな？お、まあ、ちなみにしばらく病気やってないんで、まあ、どこでちょっとね、鎮静化するのか見ていきたいね。もうないかな。あら。え、これは戦争じゃないよね。戦争ならね、建物ってなくなるんですよ。病気ですね。エルフが病気で持ち込まれた伝染病によってなくなりそうです。一つのエルフの国がどっかに置かんのかな。あ、ここが逃げたわけですね。逆に病気の本場だと思うんですけど、そこに向かっていったと。オークの横にいます。あ、オークまだ病気治ってないですね。さあ、今回分かった、なんかドワーフ最強説があるんじゃないかなと。資源もね、取れるし、戦闘力は極めて高いと。なんか弱い部分あるかな。人が増えづらいとかがあるかな。まあ、ちなみにね、まあ、このキングで、まあ、子供の数見れますからね、9人とか。こいつ置いたいな。ストロング強いと。攻撃力が3上がってんのかな。22だよね、確かね。イーグルアイ、あ、命中が上がってるわ。すごい、こいつめちゃくちゃ強いじゃん。どこにいますか？ここね。回復してあげますか。これ、まあ、さっき受けていた分は大丈夫だろうと。祝福しましょう。え、ドワーフいいかもしんないね。なんかディスコードでね、入った時に、まあ、このゲームのコミュニティね。まあ、どの人かが好きが聞かれるんですけど、選択式みたいなやつで。オークって答えたんですよね。まあ今回オークはね、まあ、病気の音にしたり、悲惨ですけど、これからドワーフにしていこうかな。単純に強いのはいいですよね。病気ですか？あ、あら。ああ、かかってますね。偉大な王が亡くなるかもしれません。病気はいつやむんだ？あ、やっぱ簡単に亡くならないのかな。大都市だとこの運命たどりますかね。彼らね、病気まだ戦ってますから、人間が入ってきてって感じかな。まあ、ちょっとこれから戦争以外でもいろんなね、コマンド使っていきたいね。戦争プラス病気いいな。一方的に片方が強くならないと。和平中にね、こう削られていくわけですからね。あれ？ 100 人いましたよね。病気やばいな。病気面白いですね。もう変わりましたよね、絶対。これか。あ、だいぶ変わっちゃったかな。これなんだろうね。
だいぶセントルこっちないか19だっけ。病気でパラメータ下がったりするかな。移動1とかおかしいよね。あ、病気になって弱くもなるんだろうね。侵略受けやすくなると。ここすごくない？この病気になりながらも人口キープしていますね。ここは？さっき病気になってましたけど、あ、まだいるか。左ここずっといますね。あ、本拠地もいますか。で、多くはなんか病気がいてもあっても耐えてる感じかな。エルフとか死んじゃいましたよね、一気に。人間とかもそうか。さあ、これはね、やむ気配がしないですね。ちょっとやむとこまでやろうかなって思ったけど、病気がなかなかいけないね。もう今のね、状況と一緒ですよ。ちなみにこれはね、世代でいると思うんで、ブレッシングはね、ちょっと一回これだけ使ってやってみたいね。単純に回避力とか上がるんで、性能も上がるし、これを使えば人間にね、人間がね、オークに勝てるんじゃないかなと思う中で、ちょっとオーク対別の種族もね、やってみたいね。エルフは多分無理だろうけど、オーク対ドワーフとかは分ありそうですよね。あ、まだなってんの？ちょっと直してあげる一回。神に任せて祝福を彼に与えます。で、治った。みんな治りましたね。で、次いつなるのかですね。いつ病気を持ち込むのかちょっと見ていきます。治りましたよね。 OKOKOK。 めっちゃ子供いるね大人が死にやすいのかな。ほとんど子供だよねこれって。いや、すごいなぁ。だってもう、平均年齢10歳とかじゃない。ああ、まだ病気ある。ちょっと待って待って。外から持ち込んでほしいんで、中はちょっと感知させましょう。で、この光だけ大きさが選べないんでね、サークル選べるんですけど。終わったかな。ちょっと祝福もあげます。こうどんどん盛り込んで、ちょっと待ちますね。あ、ついてないですねイモータル。パラメーターではないのかな。あんま変わってない気がするけど。あ、ちなみにこれね、動物にもかかってるみたいで、動物も多分強くなってるっぽいですね。動物に関してはね、パラメーターが多分見れないと思うんですよ。あるかな？これ村の情報だよね。ないか。あ、そういえばね、面白いのあるんですよ。これこうやってやるとね、ちょっとやりすぎか。どっか違うところでやりますね。この辺でいいかな。家が逃げます。家が逃げて、戦う感じかな？いや、逃げるだけだね。ここでなんか人口減らせると。これ面白いですよね。いつからあったか知んないですけど。あともう一つ木バージョンもありますね。木も、逃げるんだと。まあこんだけですね戻ります。サイルフたちは病気は戦争してないか。あ、病気なってますね。あれ？直したよね、さっき。あ、ここら辺、あ、お持ち帰りですか。やっぱ、ちょっと一個病気出すとすごいね。まあ、例えばですけど、一回こうね、全体的な国を作った上で、一カ国だけに病気を落としたらどこまで広がるのか見てみたいよね。まあ、戦争すれば広がると思うので、そこでまあ完全に全体に広がるのかどうかね。しかも病気だけではギリギリ滅ばないっぽいので、まあ、エルフは例外ですけどね、ここの。まあ、そこでまたね、ここで密接にね、絡まってくるこの内乱とかですよ。それもまたまた見れるわけですよね。でこれ、あとまあマットネスか。これはね、使えますか？じゃあこの辺で。そんなにじゃない？パラメータも上がったりするのかな？
スタートファイト戦い始めるんだと。クマとかやってみます。これエルフのとこにいるクマにやってみるか。あ、まあクマとクマがまず戦うね。でもクマ病気になってね、これ。あ、クマ病気になるんだ。え、病気すごいね。何にもかかるんだ。これあれか、なんか中立の動物いるんですけど、それに使うのかな。ちょっとウサギとか言ってみる。ウサギに対してマットレスいきます。お怒りウサちゃん、あ、案外強い。ああ瞬殺だね。多分これね、全部かけると全部戦うっぽいので、なんか例えばね、ここで、まあ、羊いっぱい出してこれかけても羊同士も戦うっぽいんですよね。なのであんまり使えないか。まあその中で潰し合っちゃうので1体とかをやる感じですかね。まあ都市とかに使って潰し合うみたいな。まあ、これで争わせるくらいなら病気とかの方が面白いですよね。でまあこの病気や怒りなど、あとゾンビとか、ゾンビこの辺だね。ちょっと最後にやります。あ、そこ戦うんだねまあここはね、直すことができますよと。だけどここで変えたものは直せますね。だこの神2つと、あ、回復系か、神聖系が3つと、まあ、めちゃくちゃに厄介な病気と、まあ、怒り狂気があると。でこの辺もなかなか面白いんですけど、これはあんま使わないか。なんかね、ぐちゃぐちゃに世界はできるんですけど、まあ、最後にじゃあこれでいきますか。楽しみと破壊を運びましょう。こうやって土地が変わっていくと。アメーバからなんかそういうのがいるんですね。これ全てを食いますと。いきます。これですか。あ、こうか。さあ土地が少し煮ましたね。で、ナノモットウイルス破壊とまだやってたんだ。え、滅ぼされてんじゃん、なんかに。これが一番厄介かな。広がって消えていくやつだね。まあ、このやつに関してはね、使い方がよくわかんないんで、まあこれからも使う機会ないかな。一応最後に使ってみましたが、まあこれからね、ちょっとこの5つというか、まあ、ブレッシングと病気はちょっと使ってまたやってみたいね。まあ、一応ね、外交切れたりするんで、こうね、多分外交切れば反乱もなくなるんじゃないかなと思うんですけど、逆かな、反乱だけ起きるかな。どうだろう。ちょっとこの辺をね、ちょっと見てみて、ちょっと大きな国作って病気とかね、あとはまあ単純にちょっと祝福をした種族対何かとかやってみたいですね。ここ残るんだ。さあ今回はね、神の力を使って遊んでいきました。